ハートフィールドは、イングランドのイーストサセックス州、ウィールデン行政区の村、行政パリッシュ。行政パリッシュとしては、金傍のコールマンズハッチ、ハマーウッド、ホルティへの集落を含み、これらすべては、アッシュダウンの森の北縁に位置している。中心集落である、ハートフィールドは、グルームブリッジとフォレストローをつなぐ、B2110 とイーデンブリッジとマレスフィールドをつなぐ、 B2026 が交わる地点であるロイヤル、タンブリッジウェルズから7マイル南西に位置している。ハートフィールドパリッシュカウンシルは13名の議員から構成されており、この行政区の2011年国勢調査時点の人口は2639人であった。このパリッシュの中ではハートフィールドが中心集落となっている。教会は 聖母マリアに捧げられたものとなっている。パブは、アンカーイン、ガリポットイン、ヘイワガンインの3件があった。集落内の街路は狭く、駐車できる用地はほとんどなく、アンカーとヘイワガンは顧客専用の駐車場を持っていた。ただし、2015年にヘイワガンは閉店し、跡地は住宅用地とすることが計画された。作家サマセットモームの兄で、数密院議員。 直線弁護士であった初代モーム施策、フレデリック・モームは、弁護士、判事を経て1938年3月から1939年9月まで、大法官を務めた人物であるが、その息子で著作家のロビン・モームと共に、当地の教会の敷地内に埋葬された。ハートフィールドのコッチホードファームは、クマのプーさんシリーズなどで知られる、エエミルンがかつて自宅としていた農場で、 多くの作品の舞台にもなった場所である。後には、ローリングストーンズのギタリストで創設メンバーだった、ブライアン・ジョーンズがこの農場を買ったが、彼は1969年に自宅プールで溺死していた状態で発見された村には、ありとあらゆるプーサングッズを扱っている商店が一軒ある。ヘンリー・パッセイは、アッシュダウンの森で野生のイノシシや鹿の狩りを行う際に、 村に近いボールブローク城を利用していたと考えられている。彼はまたこの城でアンブーリーをくどいたと考えられている。ハートフィールドには1967年に廃止されるまでスリーブリッジズトゥタンブリッジウェルズセントラル線に鉄道駅のハートフィールド駅が存在していた。かつての鉄道時期の大部分はホレストウェイと名付けられた。 全国自転車道21号の一部となっており、歩行者やサイクリストたちに大いに利用されている。かつての駅舎は幼稚園舎に転用されている。村からのバス路線は、クローリー、イースト・グリーンステッド、タンブリッジウェルズ行きがそれぞれ運行されている。村内には多数の事業所がある。ハムレットであるコールマンズハッチは、ハートフィールドの南西に位置している。 道路の合流点ごとに家屋が散在する集落である。当地の教会は聖なる三位一体に捧げられており、ハートフィールドのセントメアリ教会と共同の聖職録として運営されている。当地にはハッチインがある。ここに立っているサウスハットフィールドハウスには興味を引く話がある。19世紀の間、ウェッジウッド家のとある女性がこの家に長く住んでおり、 血統の上でも、婚姻関係においても、一家と縁が深かったチャールズ・ダーウィンが、しばしばこの家を訪れていたという。その後この家は、インド陸軍の士官で、エドワード8世の親友で自重だったフルーティー、メットカルフェが借りていた。退位後のウィンザー公爵夫妻は、戦後長く、そこに滞在していたものと考えられている。さらに、著名な居住者として、 1965年にこの家で88歳で死去したサーレジナルド・ヒルドヤード将軍がいたセントスティーブンズ教会ハマーウッドという地名はウィールデンの鉄工業に由来しこの一帯で散見されるハンマーポンドと称される水力利用のための池と関係がある金棒の川の流れは今も赤みを帯びており鉄分が含有されていることを示しているハンマーポンドは 水力で動く、ハンマー、天路を駆動させるために水を貯めておく池であった。この地域には、数多くのメドウェー水車群の水車が残っている。数多くの住宅群を別にすれば、最も顕著な建物は、セントスティーブンス教会であり、また、横丁の奥に位置する、ハマーウッドパークであるが、これは、かつての最盛期には2500エーカーもの広大な、 カントリーエステートの中心だったところである。教会は地元の地主オズワルド・オーガスタス・スミスが資金を提供し EP ロフタスブロックが設計して1880年に完成した。スミスは同じ小教区内であるホルティエのセント・ピーターズ教会の再建にも資金を提供した。この教会は中心の通り沿いにある。教会の中には1884年に ブリックストンの PC ルイスが製造したパイプオルガンがある。ハマーウッドにはルイシャム北地区のスカウト連盟が所有、管理しているスカウトのキャンプ場がある。ハマーウッドパークハマーウッドパークは村の南側に位置しているカントリーハウスで歴史的価値があるとして指定建造物グレード I に指定されている。1792年に建設されたこの建物は アメリカ合衆国の首都ワシントン d c の建築を手掛けた建築家ベンジャミン・ラトローブの最初の作品であった。この建物はギリシャ復興様式で建設されたイングランドの建物としては最初期のものの一つであった。1973年にはロックバンドのレッド・チェッペリンがこれを購入したが、彼らはきちんと維持管理をしなかった。その後、ほとんど放置された状態になっていた。 この建物は1982年に開店がつき修復作業が始められた。この修復は賞を受賞するような出来栄えでテレビにも数多く取り上げられた。この建物は映画の撮影などにも使用されるようになり、下記には公開されてコンサートもしばしば開催されるようになった。ホルティエはハマーウッドの北東側すぐの位置にある。ここには パブザ・ホワイト・ホース・インがあったが、2014年に閉店しており、教会は聖ペテロに捧げられているが、この教会はもはや使用されていない。マージュ・グリーンはコールマンズ・ハッチに近い一群の建物のことである。この地域は1841年から国勢調査の記録に研究がある。マージュ・グリーンは風ー,ー投げ橋に近く、この橋へ向かおうとした観光客は、 曲がるべきところを見落とすと、誤ってこの集落に入り込んでしまう。アッシュダウンの森は、その一部がこのパリッシュの領域内に入っている。自然保護協会特別指定地区となっている。この場所は、自然のままに近い状態の森、ヒース、ボグからなる広大な共有地である。2011年イギリス国勢調査の結果によると、このパリッシュには、2105人が住んでいた。 おおよその年齢構成は0歳から15歳が28%、16歳から59歳が49%、60歳以上が23%であった。1998年の時点で選挙人登録された人数は1640人であった。2001年の時点ではハートフィールドにおけるすべての家屋の価値の平均は286,736ポンドであった。 ありがとうございます。